本当に455日ぐらいの配信の記録が本当に途絶える寸前だった。今思ってみる、思い返してみれば。今日まだしてないよね。いや本当に今日ずっとそう、今日夕方から夜ラストまでそう、ずっとレッスンだったので、そう、もう本当にね、午前中にすればよかった。午前中の方が今日はちょっと空いてた。そう、あの午前中はあ、これもう言っていいのかな。午前中はね、ラジオの収録してましたよ。ラジオの収録して、そう、だからいつかのラジオに出れるので、皆さん聞いてください。その時はもう解禁されてるのかな。そう、明日は皆さん妙よろ担当するので、妙よろ絶対見てくださいね。明日見終える何時にしよう。でも何時にしようかな。今日何、いや、サナ天然とかそうじゃなくてね、本当にもう本当にもうね、もうね、そう、忘れたっていうかね、もうね、本当にね、もう11時じゃん、11時半じゃん、もうお風呂入るとこだったよ。そう、本当に今さっき帰ってきた。いや、そう、なんか携帯見て帰ってきて、あれ今日ショールームしてないよなって思って、なんか忘れてると思って、それだった、でも今日はもう15分で終わろうかなって思ってるので、お風呂に入って寝ますね、いろいろ楽しみ、イエイ、楽しみにしててください、明日も予定あるんですけどね、今日も難しかった、難しかった、アイス溶けたかな、アイス溶けたかなアイス溶けたかな、アイス溶けたかな、ちょっと待ってね、よいしょ、アイス溶けたかな。今日の私の夜ご飯アイス、ね、夜ご飯ね、何時に食べたっけ、あれ5時ぐらいに食べたからさ、5時ぐらい、なんか朝ごはん食べて、お昼はパイナップルを食べて、で5時に麺
なんかサラダ麺みたいなのあるじゃん、あれを食べた。今日のアイスはこちら、じゃじゃん、ぎっしり満足チョコミントです。ぜひ食べてください皆さんも。アイス溶けちゃうから、お風呂入ってから食べようと思ったけど、これさもう完全に多分溶けてるよ。ブワー、はい、あ、もうやばいです、この通り。これで取れる自体やばいよね。いただきます。うん、これはグリコさん、江崎グリコさんのやつ。うん、シュシュする。これはファミリーマート、うん、よかった。うん、チョコミントオッケーな方はめっちゃ美味しい、これ。うん、なんかご飯食べるにはちょっともういらないかなってなったから、アイスにした、熱いし。うん、覚えてたら買って、グリコさんのぎっしり満足。これ溶けてるからなんか早く食べ終わっちゃいそう。ぜひぜひ。うん、買ってみて。使いすぎて食欲なくしてるパターン。でもレッスン何時間もしてるとね、うん、なんて言うんだろう、食べる時間は変則的、うん、でもうレッスン終わったらめっちゃお腹空いてる。痩せたって変わんないと思うよ。え、でもわかんない、みんなの方が毎日、みんなの方がっていうかみんなも毎日私のこと見てるから、どうだろうね。チョコミントと、うん、チョコミントと5キロぐらい痩せたはないよ、絶対ない幸せすぎるやろ、この短期間で5キロもないない。あ、でもね、私うん、なんか朝食べたらお腹いっぱいの気分になってるわ、昼とか夜、最近、うん、大倉さんかな、 DJ ともさん、うん、大倉さん、こんばんは。レッスン終わって今刺しちゃった、これ食べてます。グリコさんのアイスぜひ食べてください美味しいですよ、うん、大倉さんかな、久しぶりに嬉しい。大倉さん、私二十歳になりましたよ、もう見てないかな。
めっちゃ盛り上がってました。嬉しい。こちらこそ呼んでいただいてありがとうございます。二十歳になりました。うん、前回そう出た時まだ19歳だったから、うん、このスプーンもらったやつだよ。おしゃれって言ってくれてるけど、うん、マミーがね、もともとチョコミントが大好きで、その影響で好きになった。最初はあんま好きじゃなかったけど、マミーがあまりにも大好きでよく食べてたから、うん、前回2回も電話できて嬉しいね。私も嬉しかった。ぶっちゃんありがとう。うん、誕生日おめでとうございます。ってありがとうございます。大倉さん、江崎グリコから CM 来るから、 CM いいね。うん、うん、最近なんかこんなに大きいらしい。うん、おーちゃんさん好き？チョコミント。チョコミントってさ、好きな人と嫌いな人結構分かれるよね。うん、私割とチョコミント党ですよ。うん、あ、でもお菓子は嫌だ。うん、あのアイスのみ、アイス限定でチョコミント好きですね。お菓子とか嫌かな。うん、うん、チョコミント好きな人結構いらっしゃるね。結構分かれるんですよね。うん、アイスのみ、うん、アイスのみチョコミントはなかったくない？うん、スーパーカップのチョコミントとか美味しいよ。七瀬さんも好き？うん、美味しい。うん、なんかたまにさ、最近さ、あ、ん？お菓子とのコラボみたいなのあるじゃん。うん、そういうのは興味ない。アイスですね、私は。うん、うん、ナナさんもすごい好きなんだ。うん、サーティワンにあるね。うん、455日ありがとう。うん、江戸美月ちゃん久しぶりだ、嬉しい。美味しい。うん、ありがとう。なんか溶けてたからさ、溶けてきてたから食べ終わっちゃったよ。早くない？うん、計測？あと何日あるっけ？あと5日間。
おかわりないもん。ちょうだい。ごちそうさまでした。よし、じゃあランキング読もうかな。ぎっしり満足した。ごめんみんな、今日すっぴんなんだ私。気づいてたよね。うん、ごめんね。よし、じゃあもう寝たいと思うので、はい、もうね筋肉痛やばすぎて体が痛いの。パッションフルーツ何？パッションフルーツ食べ方が分かんない。パッションフルーツってなんだっけね。嬉しい。そう、すっぴんなんです。そう、すっぴんなの。よし、今日も夜遅いのでランキング読みますね。今からお風呂に入るのでね。みんなお風呂入ったもん。13位吉川、んー、なんかなんていうの、吉川さんありがとうございます。12位クラットマーク、チームメイト大好きさんありがとうございます。11位モリモリアットマーク、ユリーナさんありがとうございます。10位フルカットマーク、横なるおしさんありがとうございます。おお、9位ピンク亀尾さんありがとうございます。8位ひでおさんありがとうございます。7位ギャレサットマーク、7レンジャー、サラノファファフォーゲン、久保がかりさんありがとうございます。6位ルイさんありがとうございます。5位シナットマーク、サラノの大好き、レッスンお疲れ、トの日まであと少し、あと2週間あるよ、ありがとうございます、頑張るね。4位ユーアットマーク、ズッキーナイトもレミグミさんありがとうございます。3位カラスのカーコーさんありがとうございます。2位ブッチャありがとうございます。そして1位はわさっぴさんでした、ありがとうございます。まだお風呂入ってない、入んなきゃだね。じゃあ今から書類もあったらお風呂レッツゴーって感じだね。はい、皆さんめっちゃ短い時間でごめんね、本当にごめんね。みんな待ってたよね、ありがとう、待っててくれて。それでは今日はこの辺でね。あ、すっぴんでこれは可愛すぎますね。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、それではまだ入んないと、お風呂入ろうね。もうこれ終わったらみんなお風呂入って寝るんだよ、わかった？お風呂入って寝るんだよ。それでは皆さん今日もありがとうございました。じゃあじゃんけんしましょう。せーの、そらのんじゃんけん、じゃんけん、はい。パーでーす。今日も見てくださってありがとうございました。夏休みか、そっか、夏休み、そうね、夏休みは夜更かしするべしって感じだね。はい、お、すごいラッキーセブンだ、777。じゃあ皆さん今日はすごい短い時間だったんですけど、見に来てくださってありがとうございました。明日は2回配信あるので、明日よろしく、私が担当させていただくので、明日よろしくと私の配信見に来てください。はい、それでは今日もありがとうございました。またね、おやすみ、ありがとう。